はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。ただいまこちら東京ディズニーランドにやってきました。今日はですね、1月の31日ですね。もう明日から2月なんですけれども、今日はなんとこちら関東ですね、雪が降るらしいです。ということで今からですね、この雪が降るらしい今日をですね、インパしてみたんですけれども、もうスーパーガラガラなんですよね。もうさすが雪だとね、皆さん分かってますから、もう全然ね人がいません。ということで今からですね、このパークをですね一周ぐるっと回っていきたいと思います。ちなみにですね、今夜の8時です。今日はね10時閉園ですし、東京ディズニーシーがね7時閉園ですので、こちらのですねディズニーランドの方が混んでると思うんですが、ご覧の通りまだ8時なんですがガラガラです。いやー、これはねさすがね、やっぱりアフロクでもねほとんど入ってきてないと思いますね。ということで今からね一周ぐるっとね回っていきたいと思いますけれども、8時の段階でねどれだけ空いているのか楽しみですね。こちらパレードルートですね。ちなみに30分前までこちらでですねナイトフォールグローをやってたんですけれども、ナイトフォールグローもね1列目で見れましたし、もうめちゃくちゃね見てる方が少なかったですね。で、まあ、修学旅行生も多かったんですが、修学旅行生もねもう今現在の時間も全然いないみたいですね。もう周りには全然人いません。でこれで8時ですからすごいですよね。やっぱりね雨の上にもうこれからね雪降るって言われてますからね、もうやっぱアフターシックスパスポートでね入ってくる方はほとんどいなかったと思います。ちなみにですけれども、今日ね6時ですね、18時の段階で実はですね、なんとハニハンですね、プーさんのハニーハントのファストパスがね残ってました。夕方の6時の段階でハニハンが残ってるってすごくないですか。もうそれだけね今日はね朝からもうインパする方が少なかったんだと思います。ほらこの辺もね全然いませんね。素晴らしいですね。まあ雨なんでねもちろんね寒いんですけれども、まあ、その分ですねやっぱ人が少ないのでね、雨の日はとってもねいいだと思います。はい、カリブの海賊ですね、とてもキャストさんが正直暇そうですね。もちろん5分待ちです。てか5分待ちどころかね0分待ちですね。もうこのまま中に入ったら乗り場まですぐ行けちゃいます。周りには全然人いませんね、ガラガラです。はい、ジャングルクルーズですね。こちらもね目の前には誰もいませんね。一っ子一人見当たりません。ほらすごくないですか。今ねキャストさんとジョマジしかいません。もちろんですけれどもジャングルクルーズ5分待ちでございます。そしてリバー鉄ももちろん5分待ちです。もうそのままね乗り場まで行けてしまいます。すごいですよ今日は。ほら本当にね誰もいません。やばみだよこれ。ほら最高ですね。まあ寒いですけどね、寒いの除けば本当に最高です。いやいくらね閑散期といってもね、ここまでね人がいないのは本当にね珍しいですね。すごいでしょう、誰もいないでしょう。ほらこれ本当にね誰もいないですから。ほらやばくないですか、貸し切りですよ本当に。これでねまだ夜の8時ですから最高ですね。もうねクリスマスとかではもうお世話になりましたね、大行列 でこちらカレーポップコーンですが、もちろん誰もいませんね。0分待ちです。はい、ということで今ですねウエスタンランドに着きましたけれども、この辺も非常に人が少ないですね。ビッグサーナーマウンテンどうなんでしょうか。ちょっとビッグサーナーマウンテン行ってみましょうか。ただね雨に皆さんね濡れたくないと思いますんで、ビッグサンダーもね空いてると思うんですがどうでしょうね。いやすごいな、本当にいないな誰も。はい、ビッグサンダーマウンテンの前に来ましたが、この辺にも全然人いませんね。さすがのね三大マウンテンもやっぱ雨なんでね濡れたくないと思いますから空いてると思います。まあでも唯一混んでるとしたら、まあスペースマウンテンかな。やっぱあれは室内ですからね、スペマンはその分混んでるとは思いますね。まあ後ほどスペマンも行ってみますけどね。はい、こちらハングリーベアですね。ハングリーベアもそのままレジまで行けちゃうみたいですね。
空いてますね。さてさて、それではどのぐらい混んでるんでしょうか。この辺はね、全然人いませんね。今まあ唯一ね10人ぐらいとすれ違ったかなぐらいですね。待ち時間が気になるところです。わ、これは素晴らしい。皆さん、なんと8時の段階で10分待ちですよ。あのビッグサンダーマウンテンが10分待ち、こんなことありますか。皆さん、閑散期でもね10分待ちはないですよ、なかなか。まあ、いつもはねこの辺の通路とかカットしちゃいますけれども、今日は本当に人いないので、もう皆さんにね見せちゃいますね。もう全然人とねすれ違わないんですよ。本当に最高ですね。スプラッシュマウンテンどうでしょうね。ビッグサンダーマウンテンが今10分待ちでしたけれども、スプラッシュマウンテンはねもっと乗らないんじゃないかな。いつもはね一番人気ですけどね、スプラッシュマウンテン。今日はねこの寒さだしね、雪降るの分かってて、多分乗る方はほとんどいないんじゃないでしょうかね。5分待ちです。皆さん、スプラッシュマウンテン5分待ちって見たことあります？見てください、今ご覧ください。なんとスプラッシュマウンテン5分待ちです。本日5分待ちですよ。見たことありますか。ジョマジほとんど見たことないですね。1年間でまあ本当に1回、もしくは2年間に1回ぐらいの、そのぐらいのねレアです。5分待ちというのは見れてしまいましたね本日。まあね寒いからね、しかもこれ濡れるからね、まあ5分だろうなと思いましたけどね、予想的中です。はい、ホーンテッドマンション13分ですね。まあ、これは室内アトラクションだからと考えていいと思います。わあすごいな。あ、今ねどうやらピーターパンやってないんですね。ピーターパンやってないからこんだけ周りが空いてるのか。あ、すごいな、ダンボ乗ってる人いるな。2組だけだけどすごいな、よく乗るな。びっくりした、乗ってる人いると思わなかった。いましたね乗る人、すごい。それにしても本当に人いないね。いや楽しいな、人いないディズニーランド本当楽しい。見てほら、すごくないですか。もうクリスマスとかね正月とかね、もうここはね人多すぎてねすごかったですよね。だけどねもう今日はこれですよ、最高ですね。もうそのまますぐ乗れちゃいますね、アトラクションも。メリーゴーランドは5人ぐらいしか並んでませんね。もうこれだけ馬さんがいるのに5人ぐらいしか乗ってません。ちょっと寂しいですね。コーヒーカップもね4人ぐらいしか並んでませんね。すぐ乗れちゃいますね。今日は寒いのでスモアはちょっと混んでるんじゃないかなと思いましたが、目の前には誰もいませんね。中に入っていく方もいませんね。まあ5分待ちでしょうねこれは。ほらすごい、誰もいない。すごいね、スモアに入っていく人本当誰もいないですね。びっくりですね。それではお次ハニーハントに行きたいと思います。ちなみにジョマジの、ね、予想はそうですね14分かな、14分かそれ以下か、そのぐらいだと思います。では行ってみましょうか。あ、でもこの辺結構混んでんな。どうだ、14分ぐらいかな。14分ちなみにねいいようですね、いいよう。であとはね次が8なんですよ。8分の虫の8とねかけて8分です。あ、8分ですね。皆さんレアです、ご覧ください。これスーパーレアです、ハニーハント8分待ち。これは虫の鉢とかけてね8分待ちなんですけれども、これ超レアですね。8分なかなか見ることはありません。これの次がちなみに14分ですね。でそれがイーヨーです。イーヨーも見たいですけどね、でも8分の方がレアですね。いや皆さん今日ラッキーですね。
めっちゃラッキーですよ、本当に珍しいの見れましたね。ミニーちゃんの家はもう並ぶことなくそのまんまこの入り口からなんと中に入れちゃうみたいですね。そして見とみですが、何分待ちは45ですね。45分、さすがのミッキーです。今現在の待ち時間で一番混んでるのはミッキーのようですね。あ、でもまだねスペマンがあるか、スペマンもいい勝負いくと思います。この辺はですね通路がとっても狭いんですよね。今工事してまして、さらにねこの前からね広がったのでめっちゃね寒くなったんですが、それでもね今日はガラガラですのでもう全然人がいませんね。もういつもはねここぎゅうぎゅうです、本当に狭いので。はい、スペースマウンテンですね。35分です。見とみが今日は一番混んでるみたいですね。スペマンがね一番混んでるかなと予想してましたが、見とみの方が混んでました。本日はスターツアーズがお休みでした。そしてモンスターズインク、やばくないこれ、並んでないんじゃないですか。いつもはね最低でもここの角っこを超えてきてるんですけども、ここの角っこになんと並んでる方がゼロですね。これもしかしてそのまんま室内に入れちゃうパターンですね。もういい、何分だろうこれ。これすごくないですか、ほらここ並んでないってやばくない、こんなことある。何分だろう、20分。見てくださいよ、もう門員の前誰もいないってすごくないですか。こんなにね空いてる門員久々に見ましたね。台風ぶりぐらいですね。はい、ということで、まあ、今ね8時半ぐらいですね。もうほとんどみんなね帰るみたいですね。もう今からこっち側に向かってくる方が全然いませんね。ワールドバザールもガラッガラです。はい、ということで本日はですね1月31日の雪がね降ると言われている日にですねインパしてみました。今ね8時半ぐらいなんですけども、今のところはねまだ雪降ってないですね、もうただの雨ですね。で、まあ、予想的にはね一応9時とかから降るんじゃないかと言われてますので、まあこの後降るのかな。でね、まあ、一応ね積雪したねディズニーリゾート撮りたいんですけれども、今回は残念ながらね積もることはないらしいのでね、また積もる時があったらね撮りたいなと思っております。はい、ということで本日はねもう超絶ガラガラだね、もうおそらくこの、閑散期の中でも一番のね、ガラガラの日だったと思います。パークをね一周回ってきました。とてもね楽しかったですね、やっぱりね、ガラガラなパーク最高だと思います。はい、ということで今回ですねこれであれにしたいと思います。ジョマジでした、ありがとうございました、バイバイ。